はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ですね、久々に葛飾区の金町駅という、町にね、訪れております。この町は結構僕ゆかりがありまして、僕が通ってた高校が近くのね、大谷田とか亀有っていう地区にある高校に通っておりまして、学生の頃はね、結構この放課後に金町の駅周辺遊びに来てたんですよ。当時はね、いろんな意味で最高にねロックな町だったんですけど、久々にねこの金町来てみたらとんでもないことになっておりました。ちょっとね、後ろとかも見えてるんですけど、駅前がねもう綺麗に再開発されておりまして、ロックのね面影が全然ない。で、今日なぜねこの金町駅に来たかと言いますと、最近ね新しくできた家系のお店、ラーメン三浦屋さん、こちらのね家系のラーメンを食べにこの町金町にね訪れた次第でございます。もうちょっとことこと歩いておりまして、もうねお店がそろそろ見えてくるかなと。こちらが本日目的のお店のラーメン三浦屋さんでございます。今ねもう時刻はお昼過ぎ3時なんですけど、外待ちしてるぐらい人気店でございます。ちょっとねもう事前にお話はしてありますので、お客様がねちょっと引く頃合いを見計らって撮影にお伺いしたいと思います。それでは後ほど。お願いします。
すみません、ライスおかわりお願いします。お願いします。大盛り大丈夫です。はい。あ、すみません。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。岸田総理は適切ではなかったと陳謝しました。
ということで、ただいまね、三浦屋さんで絶品の家系トッピングもね、フルトッピングマシマシでね、いただいてまいりました。今回はライスとがっつり合わせる予定でしたので、麺固め、味濃いめ、油多めとライスに合わせる用の最高のカスタムをさせていただきましたが、これがね、大正解でございましたね。もう完璧にうまかった。三浦屋さんのスープはもちろん原骨もゴリゴリに効いてるんですけれども、背柄もちゃんと効いておりまして、骨感だけではなくて肉感もしっかりスープに乗っかった超濃厚なスープでございました。またそこに合わせる若干ね、家系の中では細麺酔いの縮れ麺、これがね、もう本当に相性いいです。細めな分ね、もちっとした食感としっかりと乾水の香りや小麦の香り、これがねしっかりと味わえるので、そのスープの肉感に対しての相性が抜群でございました。もちろんね、家系といえばゴワゴワが好きな方もいらっしゃったりとか、いろいろな好みがあると思うんですけれども、僕にはねもうドストライクな一杯でございましたので、ぜひね金町周辺にお越しの際にはラーメン三浦屋さんで絶品のね家系ラーメン食べてみてください。でもね、話したいこと山ほどあるんですけれども、僕が駐車している駐車場に着いてしまったので、今日の動画はこの辺りで締めたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。いや、マジでマスクの中がね、幸せな香りすぎる